の、あ、どうぞどうぞ、お入りください。失礼します。あの靴を見ていただけるでしょうか。すみません。津田を驚かせたのはテイラー氏の鮮やかな日本語だった。こちらよろしくお願いします。ここがいいです。わかりました。昨日の大統領選の結果が出ましたけれども、私は非常に喜んでます。その理由は。理由はですね、今までアメリカ歴史でですね、それほどあのトランプ氏ほど憎まれた大統領候補者はいなかったと思います。マスメディア全体、それで自分の政党の人たちもですね、彼を反対してたんです。で、なぜ彼を反対してたんでしょうか。これはですね、ある意味では白人の考えていることをそのまままともに言ってるからなんです。白人のほとんどはですね、移民のが押し寄せることによって少数民族になりたくないんです。彼の政策はですね、不法移民を止める、こちらにいる人をあの元の国に返す、そういう政策であればですね、この少数民族になるその速度を落とす結果となるんです。それをですね、なんか本能的にあのアメリカの白人投票者が理解して、そういった理由で、あのトランプ氏が勝ったと思います。白人はですね、自分が少数民族になりたくないっていうことを言うと、あ、これは人種差別だっていうふうに言われてます。他の国であればですね、当然のことなんです。日本人も例えばですね、アフリカとか南米とか移民が、まあ、何千万人入ってきてですね、あの日本人が少数民族になりかかってるということであれば、日本人は絶対それを反対します。しかし白人の国、ヨーロッパもそうなんですけど、これはみんな人種差別だ、これはナチスだって批判されます。アメリカは全くその通りなんです。あのロサンゼルスのですね、メキシコ人街とかですね、中国人街、もう西洋の文化はどこにあるんですか。言葉も全然違います。テイラーさんは黒人やヒスパニックのパフォーマンスが白人より劣っているのは、これはもうそもそもの IQ とか能力が原因だっていうふうに、まあ、取材なんかで答えてらっしゃると思うんですけど。そうです。とにかく北アジア人ですね、あの韓国人、日本人、中国人はそういった理由で、あの、まあ、知性的にですね、白人と比べると勝ってると思います。これはもう生物学的な問題だと自分に私は考えています。これは環境をいくら変えてもですね、いくら環境を変えて黒人を一生懸命教訓してもアジア人のレベルまでいかないんです。これは到底無理です。つまりそれはレイシズムではないということですか。これは生物学ですよ。別に人種差別ではなくて、この人間はですね、人間はまあいろんな形で進化しているわけなんです。アメリカではね、そういう話していると、あ、これは大変だ、これナチスだ。しかしこれを真剣に勉強している科学者たちは、これは本当に遺伝子関係のものである、それを認めてます。ヒラリー・クリントンがオルトライトというのは人種差別主義者で、白人至上主義者、排外主義的だというような批判をされた。いや、ある意味ではあのヒラリー・クリントンに対してありがたく思ってます。我々の存在をですね、もう全世界に伝えたわけなんです。で、人種差別だって言ってもですね、自分の文化の生き残ることを、それを大事にする、それが本当に人種差別なんでしょうか。自分の似たような、自分のある意味では家族が生き残るのことを大事にする、これは悪いことなんでしょうか。それはもうもってのほかだと思います。多数派である、まあ、そしてアメリカの歴史を作ってきた白人が口をつぐまなきゃいけない状況があり、そういうことなんですね。まあ、それが本音が言えないところにトランプ候補が出てきたので、これだけの支持を集めた。全くおっしゃる通りです。ではテイラー氏はアメリカで白人による黒人差別が長く続き、60年代に法的な差別は解消されたものの、黒人が置かれた状況はなかなか改善しないからこそ、ブラック・ライブズ・マターとして今も社会問題となっていることをどう考えているのか。白人とその黒人の関係っていうのもあると思います。これについてはいかがですか。これ昔から大きな問題です。でもこういった人種の問題を抱えている国はどうしてまたさらに人種を入れるのか、それを本当に不思議に思っています。で、今現在はですね、アメリカの人種問題としては一番ひどいのは、白人と黒人の間の揉め屋ではなくて、ヒスパニックと黒人との間の揉め屋なんです。
高等学とか刑務所とかこういった暴動があるときはですね、ほとんど必ずと言っていい、これはヒスパニックと黒人が何かコンフリクトがあったからなんですよ。それで今現在の社会はですね、例えば黒人街にですねヒスパニックが入ってくる、非常になんかコンフリクトがあってお互いにですね嫌いになるんです。それよくあることです。今回150ぐらいあるアメリカの新聞やテレビのメディアのうち、まあ、2つ以外の 99% ぐらいのメディアがトランプさんを支持しないで、まあ、ほぼみんなクリントンを支持するという状況ではあっても、はい、これでこういった結果が出た。我々はですねマスメディアを作ることができない、インターネットしかない。我々は、まあ、小さな規模でビデオを作ったり、まあ、音楽を作ったり、まあ、そういった新しいメディアを作ってますが、アメリカの新聞の、まあ、98% がヒラリー・クリントンを支持していてもトランプ氏が勝つ、これどういうことなんでしょうか。これはですねエリートの考え方と本当のアメリカ人庶民の考え方はどれほど隔たりがあるということはお分かりになるでしょうか。15分間と条件をつけられたオルタナ右翼の父のインタビューは30分以上行われた。日本語難しいですね。